阿蘇かやぶき工房上田達夫さん。祖父父が受け継いできたかやぶきの仕事に魅力を感じ、三代目のかやぶき職人となる。阿蘇の草原のすすきを利用して、かやかりでは地元農家と連携し、また後継者育成も行っている。かやぶきの良さを後世に伝え、阿蘇にかやぶきの里を作ることが夢である。きっかけはですね、私がサラリーマン時代に祖父と父とですね、かやぶきの仕事をしてたんですけれども、でそこで、お手伝いっていう形で、作業の方にですね手伝わせてもらったんですけど、その時やっぱりかやぶき初めて触れてですね、いやこれ面白いなっていうのが、一番最初の印象なんですけど、やっぱりその時にじいちゃんからですね、これから先かやぶきする人少なくなるからね、もういないからねっていう話を聞いた時に、ああじゃあ自分やってみようかなっていうのが一番最初、きっかけですね。かやぶきの一番面白いところはですね、やっぱり材料っていうのが自然のすすきを使うんで、形が全部変わってくるんですよね、はい、で同じ屋根を作ろうと思ってもなかなかそれができなくて、でその材料の使い方とか、そういうので、屋根が変わってくる。でそこら辺がすごい面白くてですね、はい、そうですね、全く同じ屋根を作ってくれって言われたらちょっとそれ厳しいですね。九州ではですね、もう本当3社から5社って言われてるんですけど、熊本で言えば私たちみたいに、企業体みたいな、こういう感じで事業でやってるところはもうほとんど1社2社ですかね、はい。かやはですね、うちらのかや場っていうところもあるんですけれども、かや場とか、波の地方のですね、かやを切られるところとか、すすき原野をですね、でそこに行ってかやを切ってますね。私も京都の方にも知り合いが結構いるんですけど、かやぶきのですね、でその方たちからの話も聞いたんですけど、阿蘇のかやすごい質がいいらしいんですよね。で火山灰土で、で程よくしなりがあって、でかなり耐久性があるっていう話はよく聞いてますけどね。そうですね、量で言うと二尺締めって言って、約60センチぐらい、根元からですね2、30センチのところの周径が60センチぐらいなんですけど、そのかやがだいたい1万5000足ぐらいですかね、はい。地元の農家さんとか、いろんな刈り子さんがですね、冬かやを切りたいなっていう方がいらっしゃったら、その方たちに応援してもらったりして、約20数名で、はい、その人たちに頼んで切ってもらってます。今やっぱり農業の後継者っていうのもすごい少なくなってきててですね、でやっぱりその一つの原因がやっぱり冬場の農業っていうのは仕事がないんですよね。野菜を作られたりとか米農家だったりしたらですね、でその時のやっぱり冬場の収入源としてですね、このかや切りですね、でこのかや切りをすることによって、私たちもすごい助かるし、でその先方のお客さんもまた助かるし、でみんなが助かるなって、よかったなって言えるような環境がですねできていければいいかなって、でそういう意味ではやっぱり農家のですね方たち の冬場の収入源になれば、少しでもそれに応援できればいいかなっていう気持ちはすごいあります、はい。そうですよね、はい、私たちも、はい、もちろんうちら私たちがですね一番助かるんですけれども、やっぱりその喜んでですね一つでも切りますよっていう方もいっぱいいらっしゃってですね、本当に助かってますよね。私にとって、私たち、かやぶき屋根職人にとったらですね、この阿蘇の草原のすすきですね、
これがなければ私は仕事できないし、例えばなければまあかやぶき屋根っていうのも残っていかないんですよね。まあ、そのためにもまあ今あるかやぶかやですね、でこの原野がないとできないんで、まあ、私たちにとっては貴重ですごい重要な、はい、そういう存在ですよね。最近ですね、もう本当昔は放牧っていう形で牛をですね放つのが多かったんですけど、もう今その農家さんがですねすごい急激に減っていってですね、なかなか放牧自体も少なくなってきて、でやっぱりその野焼きをしないとこのかやぶきの材料になるすすきもできないんですよね。でその野焼きをですね続けていくのがすごい大変になってきてまして、でそれがやはりお年寄りさんとかが増えてきて、で農家の後継者も少なくなってきて、で私たちにとってはもう野焼きができるかやばが必ず必要になってくるんでですね、で私たちも、まあ、これから先もですねやっぱりどうしても守っていかなくちゃいけないって思ってるんで、まあ、どうにかですね克服していって、でやっぱり、まあ、全国的にこの阿蘇のかやが流通すればですね、まあ、少しでもまた興味持ってくれる人が少しでも増えてくれるかなっていう気持ちはあるし、でやっぱりこれから先もですねもっともっと広げて阿蘇のかやをですね、いやこんなすごいいいものがあるよっていうのを教えていきたいなって思いますよね。やっぱりありがたいなっていう気持ちはいつも持ってるんですけど、やっぱりそれをですねやっぱその雑にしたらいかんなと、うん、屋根を一生懸命拭いて、で自然のものを使わせてもらってるんでですね、でやっぱそういう雑な気持ちとかですね、うん、いつもありがたいなっていう気持ちではやるようにしてます。